はい、どうもメイドです。今回ですけれども、明日からですね最新イベントが、開催されます。まあ、それの情報とですね、あとは明日ですねガチャの更新もあります。はい、入れ替わります。今現在新ツムが登場しておりまして、まあ、これが4日までというところなんですけども、まあ昨日の夜にまず更新データが来なくて、まあ、基本的にね土日とか祝日に更新データが来るっていうことが、まあ、ないので、まあ、そう考えるとですねもう4日は新ツムではなくて、まあ、セレボカピックなのかなと思います。はい、まあその情報はおそらくまた、19時45分からかなと思いますので、まあ来れば、引くべきかどうかというところの考察をあげたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、最新イベントのお話になるんですけれども、こちらイベント情報ですね。オプションのイベント情報を押すとイベント予告があります。ここにツムツムコンサートという、まあ、イベントがね始まるっていうところが書いてありまして、まあ、これもね11月4日11時からということで、はい、ガチャと同時に、はい、イベントも開催されるというところですね。でツムツムたちを集めてコンサートを開演しようというところで、まあ言うて多分ミッションイベントかなと。まあ、ミッションイベント以外に、まあ、基本的にないよね。それか、なんだろうな。12月の、なんかクリスマスツリーを飾る系ですね。まあ、あれもなんだかんだミッション系だったような気がするんで、はい。まあ、基本的には、月間のイベントはミッションかなと。まあ、月末もミッションだけどね。はい。スコアチャレンジぐらいですよね。ミッションじゃないのって。はい、なんでまあこのイベントもね、まあ結構もうマンネリ化してるんで、ミッション以外のねイベントもねぜひ来ていただきたいなと個人的には思います。はい、でまあそれがね、まあ、あるのかわからないですけども、まあ、月末のねイベントも、まあ、すでに、情報が解禁されておりまして、まあ、それはね昨日、動画上げてるんで、まあ、見てない方は見ていただきたいなと思います。いつもと違ったね新仕様のイベントが開催されるっていう、まあ、ところをね明言されておりましたので、はい、めちゃめちゃ楽しみですね。でこのねイベントの報酬はですね、まあ、月間なんでこれスキルチケット2枚もらえます。であとはプレチケ 2,3 枚とコインとか、アイテムとかレベチケとかがまあもらえるよというところですね。まあ、あとはこれ第1部と第2部に分かれてるのかというところがまあちょっと気になるかなと思いますけど、はい、どうなるんでしょうか。個人的には分かれてほしいんですけど、はい、よろしくお願いします。で一応公式 YouTube チャンネルの方でその月末の情報が来たんですけども、まあ、その時にこのね月間イベントの方が、11月31日までではなくて、まあ、月末イベントと入れ替わりでっていうところがあったので、多分11月25日とか、まあ、その辺までというところになっておりますので、まあ、いつもよりかも、まあ、短い期間の、イベントになるというところになりますので、ちょっとねスキルチケット2枚はね皆さん必ず、回収していただきたいなと思います。はい、まあ、4日ですね、自分まあちょっとね仕事なんで、まあ、最短でイベントクリアしたいなとは思うんですけれども、まあ、スキルチケット2枚どこで手に入るのかっていうところとかのね、まあ、動画も上げたいと思います。はい。あとはね、ミッションの、難しいところですね。まあ、なんだかんだ2、3個で難しいミッションが毎回出てくるので、まあ、その辺の攻略動画もね、上げたいと思いますので、まあ、お楽しみにしていてください。はい。ってな感じでございます。まあ、情報としては以上ですね。はい。まあ、イベント楽しみですねというところと、新ガチャ楽しみですねというところの、まあ、内容でございました。はい。ということで、まあ、アナ雪からハッピーアナが出てるんで、ちょっとユキエルでワンプレイして終わろうかなと思います。コインが少ないんでね。まあ、ちょっとプレイ動画、まあ、こういう動画でもちゃんとプレイをして、まあ、ちょっとでもね、コインの足しになるように。でも
先日、昨日か、まさかのね、高倍率、サブアカウントで来てですね、まあ、爆死したんだけど、まあ、なんとか救われたかなという感じでございましたけども、まあ、ちょっとこれもですね、最低8000枚これはどっちだ、はい、悪くないね。ああ、危ねえ、44。危ねえ。これピグ上、つながるよね。つながんねえの。ガチか。やば、ミスりまくってる。いや、34とかめちゃくちゃ少ないからね。やべえ、謎れね。ピグかな。やば、調整すればギリフィーバーいけるかな。あばー、調整しろよ。8000届かないっていうね。まあ、後半残り30秒ぐらいからめちゃくちゃ下って、30消去連発ぐらいな感じだったんで、まあちょっと大失速しましたけども、はい。まあユケルもね、復活する可能性がまあ大いにありますので、まあなんならね、明日のガチャに入ってるかもしれないし、はい。ということで、これで動画を終わりたいと思います。またいろんな情報解禁されていくと思いますので、まあ随時動画で紹介していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日